はい、どうも、カワウソです。今回は、YouTuber が避けられない一番の敵について話します。まあ、皆様のおかげで、ついに私もチャンネル登録者数1000人突破しました。で、まあ、もちろんね、その、有名な方は、それこそ僕と同じこうチャンネル期間で、1万、10万、100万いっています。でも、まあ、登録者1000人の底辺 YouTuber だけれども、それなりにいろいろ YouTube で経験してるわけです。それで感じた自分にとっての一番の敵。これを説明します。これね、自分自身なんですよ。これね、ありきたりではあるんですけれど、要は、煽り体質になっちゃうんですね。これ僕だけではありません。インフルエンサーでも同じです。僕がね、推している声優さんがいるんですけれど、まあその方、YouTube と TikTok をやられていて、で、ちょっとね、煽り体質になったんじゃないか、と思ってます。まあちょっと、彼氏疑惑みたいなのが出たんですよ、一回、Twitter で。で、それで炎上で、ちょっと収まった後に、なんとツイートしたかというと、まあ、なんかみんなの、想像力には感心しました。っていう、まあそういうツイートをされてたんですね。ちょっと煽ってると。で、まあもちろんその推しの声優さんの、元々の性格がそうだったのかもしれないけれども、少なくともそれが表面化したのは、否定できないんじゃないかと考えています。で、これなんで煽り体質になるかっていうと、万能感いるんですね。登録者数1000人であっても、こっちには1000人の仲間がいるんだぞっていう気持ちになっちゃうんですね。そもそも、こう、煽りコメントが多い。敵も多く見えてしまう。ブログはね、こう、自分の、まあ、文章というか、書いている内容に対する批判、これが多かったんです。ただ、YouTube は、こう、自分が顔出ししているっていうのもあって、僕の、なんだろうな、見た目というか、人格への攻撃、これも、これがね、多いんですよ。だからね、はっきり言って、精神衛生上あんま良くないんです。YouTube って、YouTuber って。だからね、こう、YouTuber されている皆さん、あるいはこう、TikTok とか、そういう SNS で、こう、自分の顔を、まあ、晒して、活動している皆さん。そういう人こそ、ネット立ち、YouTube 立ち、TikTok 立ち、これをね、やった方がいいんじゃないか、と思っています。あとね、ローランド論法。これが成立しないんですね。ローランドっていうのは、新宿の水商売の人なんですけれど、俺か俺以外か。で、素晴らしいとされている言葉を残した人なんですけれど、俺か俺以外かでなくなるんですよ。これね、どういうことかというと、まあ僕、まあ、リアル YouTuber なわけなんですけれど、それでもバーチャル YouTuber になるんですよ。まあ、前回の動画で、スオーサンドさんというバーチャル YouTuber の話をしましたけれど、そうでなくても、バーチャルでないけれども、今、皆さんが見ている、このカワウソという人物は、僕自身、僕から見て、自分だけれども自分じゃないんです。役者というか、演者を意識しているからな、と思っています。ちょっとおこがましく聞こえるかもしれませんけど。でも、多くの人って、日常社会で演者をしてるんですよ。つまり、お店だったらお客さんを演じてるし、会社だったら、なんか後輩とか先輩とか、役職がある人はその役職にふさわしい。あるいは、例えばなんだろうな、こういう部長でありたいみたいな。まあ、あるいは現実として、まあ、何らかのキャラを演じているわけなんですね。でも、そういう姿って普段、自分が確認する、自分がお客さんであるところを自分自身はあまり見ないじゃないですか。でも、YouTuber とか TikToker って見えるんですね。でも、なんだろうな、
さっきバーチャル YouTuber って言いましたけれど、テレビドラマの役者さんとはちょっと違うんですよ。っていうのも、役者さんは、要は与えられたキャラがあって、だからこう、ある意味で、その、顔は一緒だけれど完全に別人格なわけです。でも、この YouTuber とか TikToker とか VTuber っていうのは、まあ自分でそのキャラ設定するわけですよ。まあ、意識してそうしてるかは別として。で、だから完全に別人とは言えないんですね。でも、完全にその日常社会の素の自分かというと、そうでもない。少なくとも、今、もし YouTuber をやってなかったら、僕は絶対に志摩スペイン村は行きませんでした。それくらいインドアな人間だったんで。で、このね、の、第二の自分みたいなこれが、こう日常にね、影響する可能性があるんですよ。これが良い方向に行くか、悪い方向に行くか、これは人それぞれだと思います。その、コメントしている人っていうのは、普段僕が関わっている人と別の環境にいる人です。がほとんどです。で、あったら影響を受けて当然なんですよ。でね、そういう影響がね、悪い方向に行かないよう、これから注意していこうと思っております。今回はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。